はい、皆さんこんばんは、マスンでございます。ちょっとね、小技というか、カメラ回すか迷ったんですけども、まあ、せっかくなんで一本お届けしようかなということでカメラを回しております。今日がこれですね、ポルシェのライトユニット、これフォグランプって呼んでいいのかな、それのユニットですね。で、ここですね、このボディの裏側からこうパコッとはめて、そのフォグランプと、まあ、ウィンカーって言っていいのかちょっとあれなんですけども、それのユニットのところになります。で、もともとメッキ加工してあってですね、このウィンカーユニットの中はセミグロスブラックで塗りましょうと。で、フォグランプのところはね、もともとリフレクター仕様で、この中もレンズがこの表につくんですけど、この中は全部シルバーに塗りましょうねっていう仕様なんですけど、ちょっと今回のボディをグレーにした関係で、このリフレクターの部分だけシルバーで、奥にレンズがあってもう一枚レンズが来るんですけど、この側面はね、ボディと同色でちょっと仕上げたいなということで、メッキを一遍剥がしましたんでね、ここからどのように、まあ、塗っていくか、メッキを剥がして、リフレクターのところをシルバーにエアブラシでね、奥まったところにシュッと塗料を届けた状態で乾燥させて終わってます。なんでこの奥のところだけシルバーを残して、あとは、ボディ色にしていきたい。で、この中はセミグロスブラックに仕上げるんですけど、このここですね、この側面の今グラデーションになってるところはグレーで仕上げたいということで、まあ、こういう場合にどういうふうに仕上げるというか、そのマスキングをねすればうまくいくかということを、見ていただこうかなということで、今日はカメラを回しております。普通だったらですね、どうでしょう、私も案外ね、丸くマスキングテープをカットするまあ、ツールというか、そういうものってあんまり今まで持ってたことなくてですね、なんかこういうふうにこうテープをグッと押し込んで、デザインナイフでこじってね、丸くマスキングをしようと試みたこともあるんですけど、やっぱり余計なところに傷が入ると、デザインナイフのね、刃が当たっちゃうと、意図しないところに傷が入っちゃってね、悪目立ちするのも良くないですし、まあ、かといって丸くカットするのって結構難しいなと思ってたんですけど、直近でよく出てくるサークル、スーパーパンチコンパスね、こういうのもあるんですけど、もう一個の方法で今日はやっていこうと思ってます。当チャンネルではカーモデルの組み立てとか塗装、またセリアさんとかダイソーさんで手に入る模型に使えるグッズ、そういった情報配信を行っているチャンネルでございますので、ちょっとでも参考になるなとかね、いいなって思っていただけたりちょっとでも声がいいなと思っていただきましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあやっていきましょう。はい、で今回使うのはこれでもいいんですけどね、より簡単なものでやっていこうと思います。まずは直径ですね、6mm の直径の丸いテープがあれば OK ということで、今日はこれでやっていこうと思います。はい、ポンチですね。革細工とかやる方持ってるんじゃないかな。こう革穴開けるときにですね、ここにハンマーでバンってやるやつなんですけど、はい、これ今ね、最近あんまり手に入んないですけど、ダイソーさんで一時売ってて、こんだけラインナップがあります。一番ちっこいのがこれだな、2mm だったかな。やばい、一応刃物ですからね。はい、2mm から2、3、4、5、6、7、8までありますね。ちょっと錆びちゃってますけどね。はい、で2とか3とかね、細いやつは2本セットで100円で、8とかになってくるとこれ1本で100円なんですけど、まあでもこれでも2、4、400円とかで揃いますんでね。で、こういう形違いの穴を、まあ、開けるための道具になります。で、これでもね、 1.5mm のこういうテープも作ることできるんですけど、ちっこいとやっぱ難しいんですよね。こうなんかよれちゃって、うまくカットするのが難しいんですけども、まあ、これがあれば、1ミリ刻みですけども、2位のね、欲しいマスキングテープの直径の、
物が切り出せるということで、これ非常に重宝します。でよく使うのは、例えばどうしようかな、スカイライン R34 の GTR のテールランプの塗り分けとかですね、まあ、ケンメリもそうかな、ハゴスカは違うか、ケンメリとか、34とか、あ、その辺のテールランプの塗り分けとかですね、フェラーリも結構丸ランプの真ん中だけクリアレッドつかないようにとかですね、そういう塗り分けがあると思うんですけど、これがあれば割とこなせるかなということで、今日はこれを使ってやっていこうと思ってます。6ミリ、さっき6ミリでいいって言ってたんで、これだな、6ミリの、はい、ポンチを使ってマスキングテープを切り出していこうと思います。で、革細工とかでいくとですね、ハンマーでこう押し当てですね、バーンってやるんですけど、ちょっと今ね、夜中の2時半なんで、ちょっとあんまりどん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 言ってるとね、ご近所さんに心配かけちゃうんで、っていうのと、ドンってやってもね、あんまりうまくカットできない、マスキングテープも紙なんで、厚みもないですからね、あんまりそういう衝撃を加えたとて、あんまりうまく切れる感じがしなかったんで、切れるね、刃の面をマスキングテープに押し当てて、ぐるっとその場でこう、なんていうかな、 こういう設置してる面を視点として、こういうカットをすると割とね、うまくカットできるんですよね。ちょっといくつかいるのは2つなんですけどね、カットしきれてない時とかもありますんで、エラーが出る可能性もありますんで、まあ5つぐらい予備も含めてね、作っとくイメージで、はい、こんな感じです。綺麗にカットできてるの分かりますかね。はい、これを、この動画をね、作ってると必ずいつもね、コメントいただけるのが、ミリ単位のマスキングテープは売ってますからね、そういうの買ったらいいんじゃないですかっていうのをよくいただくんですけど、例えば私これ今2時半ですよ、夜ね、夜2時半に、あ、ここのマスキングをしたいわと、6ミリの直径のマスキングテープが欲しいけど、お店は明日にならないと開かないなとかね、お店、そういうの売ってるお店がちょっと遠いなという方に向けて発信をしてますし、何でもね、出来物がいいね、できたものが手に入るんだったらそれを買えばということになりましたらね、極論はもうモデルカーとかね、買ってしまえばプラモデル作らなくてもいいんじゃないかっていうのが結構私の持論でありますのでね、はい、こういった欲しい時にね、欲しい数だけで、ああいうそのマスキングテープのセットって、例えば2ミリのものが入ってて、3ミリのものが入ってて、全部セットでいくらってこう売られてると思うんですけど、よく使うそのパターンだけが減っちゃってですね、セットもんで、例えば4ミリ全然使わなくて4ミリだけが余っちゃうとかね、そういうのもあると思うんですけども、この方式でいくならば、いる時にね、いる個数だけ用意することができます。今回6つ7つ作りましたけど、全部綺麗にカットできてましたね。はい、これをですね、あとはこのライトユニットの底にこういう風にね、貼り付ければ残したいそのリフレクターのところだけをマスキングして、あとのこの側面のところはね、グレーに塗ることができるんじゃないかということでございます。この奥にね、こういう風に、あ、ぴったりやわ、めちゃめちゃいい感じですね。はい、であとはこのまま塗装をして、皮、まあ、半乾きか8割乾きぐらいの時にこのマスキングテープをペロッと取れば、この側面はボディ色、マスキングしてるとこはもちろん銀が残るということになりますということです。じゃあどうしようかな、これも塗るだけなんで、塗った後またカメラで見てもらいましょうかね。じゃあ塗って、マスキング剥がすところからまた再開していきたいと思います。やば、はい、塗り終わりましたね。マスキング剥がしてみようと思います。いきますよ、OK。
このねマスキングテープをパッとつかめるピンセットがあるかっていうのは結構ねポイントかもわからないですね。よっ、ピンセットもね高いの高いんですけども、安くてですねいいのはたくさんありますから、またピンセットについてもね一度見直しをされてみてはいいかもわかんないですね。こう先端がとんがっててしっかりこう先まで閉じるタイプを選ばれるといいのかなと思います。で内側にもう私人のこと言えませんけどね、内側に汚れが溜まってくるとつかみ度というかね密着をパチッとする感じがやっぱり中にこう何か異物が挟まったような形になってですね、ハサミが弱くなりますんで、ピンセットは適宜ツールウォッシュかなんかでね内側は拭くということをすると掴みやすいかなと思います。これもね300円ぐらいだったかな、あんまり私高いピンセット使わないんですよね。でいつもはこの峰島さんのこれ使うんですよ、精密ホビー用ピンセット、これ500円の分なんですけど、ホビーショーで見つけた分でなんとか電子さん、またリンク貼っとこうと思うんですけども、これも300円切るぐらいでね非常に精密なピンセット、4000とかね5000とかめちゃめちゃいいのもあるんでしょうけども、結構私落としたりするとね高いやつ曲げちゃったらショックなんで、あんまりこう半消耗品みたいなそんなイメージで私ピンセットは使ってるんですけど、はい、またリンクのしとこうと思いますんでね、ご参考に確認してみてください。はい、ということでちょっとボディ色がね今回グレーを選びましたんで、中が壁がこうボディ色と一緒のグレーで、リフレクターというかそのライトの部分はしっかりシルバーになるようにマスキングを行いましたと。でスーパーパンチコンパス、こういうコンパスみたいなタイプのマスキングテープをカットする機会もあるけど、1ミリ刻みでよかったらポンチっていうものがねありますので、そういうものでマスキングするのもいいんじゃないかということで、今回は動画を撮らせていただきました。今回の動画は以上とさせていただきます。チャンネル登録いただけてない方おられましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。ごめんなさい、ちょっと深夜で舌が回ってませんけどね。はい、でコメント高評価もいただけますと今後の励みになりますんで、ぜひよろしくお願いします。で1月7日にですね、マスン川モデルチャンネルの第6回展示会を開催させていただきます。広島県広島市のアスティールプラザ、原爆ドームのすぐ近くの展示場なんですけども、そちらお借りしましてですね、展示会を開催させていただきます。私のキットももちろんそうなんですけども、メンバーさんのキット、それからどなたが来ていただいてですね、いつ飾っていただいて持って帰っていただいても OK な一般展示ブース、通常はねメンバーさんにしかブースはご用意しないという決まりというか、そういう運用させてもらってるんですけども、当日来ていただいた方が飾っていただける一般展示ブースもご用意してお待ちをしておりますので、どうぞお一人でも多くお越しをいただければと思います。1月7日の11時半、午前11時半から午後3時半ぐらいまでですね開催をしようと思ってます。4時間ぐらいですかね、短いんですけどもね、ちょっと観光メインで今回は広島まで行ければと思ってますんで、4時間、11時半から3時半まで、一般展示ブースは何時に来ていただいても何時にお帰りいただいても OK でございますのでね、お一人でもご視聴いただければと思います。はい、それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。